ハンスレイオ・ハスラーハンスレイオ・ハスラー1562年10月25日から1612年6月8日フランクフルト・アムマインは後期ルネサンスのドイツの作曲家ニュルンベルク出身少年時代にオルガン奏者の父親から音楽教育を受ける1584年に当時の多くのドイツ人作曲家がしたようにイタリアに音楽留学を果たし ベネツィアで研修を積んだ。当時のベネツィアは、ベネツィア学派の活動のピークにあたり、学派に属する作曲家が豪華絢爛な複合賞様式で作曲を行い、やがて、ベネツィア国外でもその様式が有名になっていた。ハスラーもミュンヘンでラッススとつながりのあったレオンハルトレヒナーのおかげで、ドイツ語圏にもルフされた、この種の出版符のうちいくつかには、 早くから親しんでいた。ベネツィアでは、ジョバンニ・ガブリエーリと信仰を結び、ジョバンニと共にそのおじに支持した。ハスラーは1586年にドイツに帰国し、アウクスブルクに移って、同地の富豪フッカー家のオクタビア二世のオルガニストに採用される。アウクスブルク時代はハスラーにとって、ことのほか創造的な時期であった。その上、この頃に作曲家やオルガニストとして、 有名になったが、それにもかかわらず、今なお根強いカトリック圏内での数少ないプロテスタントだったため、ハスラーの影響力は限られたものだった。その後はまずニュルンベルクに、ついでウルムに移転する。この頃に結核に感染し、もはや致命的であることが判明したが、それでもなお、ドレスデン宮廷礼拝堂のオルガニストとして、短期間の奉公を果たした。ハスラー没後に、 ミハイル・プレトリウスとハインリヒ・シッツが公認に任命されている。ハスラーはベネツィア様式の新規軸をアルプスを越えてドイツにもたらした最初の作曲家の一人である。ドイツにはラッススのような立場の音楽家が何年間も活動していたにもかかわらず、そういった音楽家は旧世代の第一作法プリマ・プラッティカを代表しており完全に展開され、 洗練されたルネサンスのポリフォニー様式の担い手だった。長イタリアでは新しい流行が浮上して、後にバロックと呼ばれる時代が決定されようとしていたのである。ハスラーや後のシュッツのような音楽家はコンチェルタート様式や複合唱の理念、ベネツヤ学派の自由な情緒表現をドイツ文化に伝え、イタリアの外で最初の最も重要なバロック音楽の発展を、 ドイツの地で切り開いたのである。ハスラーの宗教音楽は、ローマカトリック教会とルター派教会の両方のために作曲されている。様式的に言うと、初期作品の方が、後の作品よりも進歩的である。イタリアから帰国後の作品には、複合賞の技法、テクスチャーの対比、随所に見られる反音外技法が顕著であるが、後年の宗教曲は保守的であり、 パレストリーナ様式に習って、先的対法が駆使されている。ハスラーの世俗音楽は、マドリガーレやカンツォネッタ、ドイツリートが、声楽曲にあり、気楽曲には、リチェルカーレや、カンツォンアラ・フランチェーゼ、トッカータなどがある。その多くは、イタリアのガブリエーリ進歩的な技法が採用されている。だが、性格においてはむしろ温闘で、常に、 職人芸や響きの美しさへの配慮が行き渡っている。ありがとうございます。